文孔。文孔<公>。文孔。紀元前六百九十六年紀元前六百二十八年。在位紀元前六百三十六年紀元前六百二十八年。は、中国春秋時代の進むの君主。聖は姫、意味縄長寺、送り縄文。進むの講師であったが、国内の内紛を避けて十九年間諸国を放浪した後、帰国して君主となって、 天下の覇権を握り、聖の観光と並んで、再観進む分と称され、春秋五派の代表格とされる。長寿の家系は、元は、進むの分家筋であったが、武功の第二本家を滅ぼして自ら信仰となった。長寿は、武功の古今公と、北方遊牧民族である敵、白、敵の娘である狐姫の間に生まれた。健康には、長のに、とされていた。 イボ兄、イボ帝、ただし、母同士が姉妹、エビスワれ、後のメグミコウなどがいた。若い頃より人材を好み、十七の時に、長子、コエン先進、ギラをそばに抱えていた。この者たちは後に、長子の派行を大きく助けることになる。また大柄であり、父が大使であった頃からすでに大人の体格をしていた。新生、長子、エビスワとも、 名声高かったが、健康の長期である力は、自らの息子、慶才を後継ぎにしようと陰謀を巡らす。その一環として、長寿も偏教であるカバの守備へと回され、首都から遠ざけられた。さらに力は神聖を罠にはめて父と草津未遂の、お命を着せ、神聖を自殺させた。長寿に対しても、観願の没を派遣して、自殺を迫った。長寿はこれを良しとせず逃亡を図り、 これに没は切りつけたが袴のみしかかすらず、母の出身地である白敵への亡命に成功。エビスワれもまた側近と共に国外へ亡命した。白敵に亡命してきた時に、すでに長寿は四十三歳であった。この亡命の時に、白敵族と敵対して敗れた赤敵族の姉妹が、長寿たちに差し出され、妹のお長寿がめとり、姉のしくかいお長寿がめとった。 長次は機械との間に、をうけた。白敵での亡命5年目の年に、健康が皇居。リキラによって、慶イ,イとその弟が、信仰に立てられるが、その直後にラのクーデターによりリキラは、皆殺しとなった。佐藤勝は長次を、信仰として、迎え入れようと死者を出したが、長次は殺されることを恐れて断った。ついで要請されたエビスワは、受け入れて帰国し、 信仰の座に迎えられ、恵み公となる。恵み公は、未だ人気が高く、自らの位を脅かし得る長寿を、後々の過酷と見た。佐藤ら長寿派と見られる者を粛清し、さらに没を資格として送った。しかしこれは、資格が送られたことを知らせる者がいて、長寿の知ることになる。これを聞いた長寿は、進むに近い彫刻に身を寄せたままでは危ないので、 東方の大国である、とのいこ明名彩と称えられた、冠中も死んだそうであるから、きっと人材を求めているだろうと、東へと旅立った。出発に際して、長次は機械に対して、私を二十五年待ってくれ、それでも帰ってこなかったら、再婚しなさいと言い、機械は笑って、二十五年も待ったら私の墓に植えた、柏の木も大きくなっていることで言う。でも私は、 あなたのことを待っていますと答えた。一行はまず、栄誉を目指した。守るの文行は一行を歓迎せず、一行は五種化という土地で食料がつき、地元の農民に食を買うた。これに対して農民は器に土を持って出した。長寿は、激怒したが、長子に土を得たということは、この土地を得るということです。敗、はい、して、受けなさいと言われ、長寿はその通りにした。 そのようなことがありながらも旅を続け、一行は、東の際にたどり着いた。観光は、みすぼらしい亡命講師に過ぎない長寺に、戦車二十乗の馬、当時の戦車は四頭引きなので八十頭を送り、また娘、最強と、通称されるお長寺に、主は背負いに艦隊した。生についてから五年が経ち、その間に観光は公居し、 その光景をめぐって激しい内乱が起きていた。その中で長寿はすでに生で妻を持ったこともあり、生を離れようとは思わなくなっていた。これに対して、古縁、長次らは長寿を連れて生を出ることを計画する。この計画を最強の次女が盗み聞きして最強に告げるが、最強は漏えいを恐れて次女を殺し、長寿に早く才を出るように促した。 しかし、長寿は聞く耳を持たなかった。そこで、最強は、コエンたちと測り、長寿が酔ってしまったところを車に乗せ、無理やり、生から連れ出した。酔いが覚めた長寿は激怒して、コエンを殺そうとした。コエンは、私を殺して、あなたの大技がなるのなら、望むところです。と答えた。長寿が、事がならなかったら殺して、肉を食うぞと言うと、コエンは、 ことがならなかったら私の肉は生臭くて食べられたものではないでしょう。手を下される前に責任を取って自殺します。という意味と答えた。生を出た一行は僧に入ったが、長寿が珍しい、一枚あばらであることを聞きつけた、教皇に裸を見せるよう処紋されるという無礼な扱いを受け、すぐに出国し、僧に入った。僧は当時外の戦争。 王水の戦いに敗れたばかりであったが、上皇は長次に大祝に君のお礼を持って迎え、観光と同じく八十頭の馬を送り艦隊した。しかし、現状の僧では助力する余裕などないため、一行は座へを頼ることにした。その途中、帝に寄ったが、ここでも帝の文皇らに礼遇された。その西王は亡命皇子の長次を同格の国の諸皇と同じ。 格式でもてなしたが、いたずら心から、もしあなたが国に帰り、進むの君主になることができたら、私に何をお返ししてくれるでしょうか。と尋ねた。長寿は、もし王と戦うことになったら、軍を三者、軍が三日で降軍する距離退かせましょうと答えた。これを聞いた、西王の家臣の児玉は、亡命行使に過ぎないくせに、総王に向かって生意気であと気通り、 長寿を殺そうとしたが、聖王は、天が起こそうとするものを、どうして止められようか、と小玉を止めた。紀元前六百三十七年、神で、めぐみが死に、旗の人質となっていためぐみの大使魚、長寿の老いが逃げ出し、神公、懐公の座についた。人質に勝手に逃げ出された、旗の牧公は、前に、めぐみに恩をあだで返されたこともあって、大いに起こり、 長寿を、信仰につけようと、諏訪から呼んだ。12月、進の重臣たちからもないないに壊れた長寿は、新軍を後ろにつけ、進むに入る。進軍は、迎撃に出るが、評判の悪い恵み公とその、息子懐公について行こうとする者は少なく、戦ったのは、側近の軍のみで、他のほとんどの進む軍は長寿について、新軍と共にこの側近の軍を滅ぼした。 ほどなく、長寿は、信仰につく、以下、文公とする。実に六十二歳の新君主である。文公は、天下経営に乗り出した。敵から、戦災の機会を迎えたが、長寿の白、と知寺の祝竜は敵に留まらせた。紀元前六百三十五年、反乱にあって逃亡してきた、州の女王を保護し、都の反乱を鎮める。紀元前六百三十二年、 つわえに攻められた僧を救援するため軍を発する。西王と退陣したが西王は、軍が悪いと見て、軍を引き上げた。しかし、祖軍の中でも、小玉だけは退かず、進む軍と決戦した。戦いが開始され、文孔は、約束通りまず全軍を三者退かせた。その後一旦撤退し、上僕の地で小玉と対決しこれを打ち破った。これを、上僕の戦いと呼び、 これにより文皇の覇者としての地位が決定づけられた。紀元前628年、死去。混乱の続いた進むを安定させ、波行をもたらした功績から、長寿は、死後、文を送りなされる。在位期間は9年と短いものの、その中で言ったことは、覇者の名にふさわしく、観光と並んで春秋古派の筆頭に数えられる。父。兄弟。 ひ、こ、お、女。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。